世界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称される神カリスマヘアサロンガイドには、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く神カリスマたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。南青山にあるヘアサロンディフィーノ代表の土橋隼人さんは、オリジナルの R カットで柔らかな愛されヘアを作り出す美容師。ひねるカットなんですけど、それで R カットっていうネーミングにしてるんですが、ひねることによって髪の毛のもともと持ってる癖を誘導していくっていうような、なのであの R カットをすると、あの、まあ、デザイン的にも柔らかいスタイルになる、髪質良くなった気がするって言われるようなカットなんですね。そんな髪カリスマが追い求めるスタイルとは。僕が心がけていることが、いつの時代に見ても古さを感じないようなデザイン。やっぱヘアデザインが主張しすぎないっていうこと、僕は意識してます。あくまでその人が幸せになるための手段でしかないので、髪だけが目立ってしまうようなデザインっていうのはできるだけ避けるような気持ちでいつも作ってますね。そんな土橋さんが心がけているのが、お客様がハッピーになって帰ること。いや、僕らの仕事はね、髪切ってるだけでは仕事にならないと思います。やっぱり人を喜ばせる仕事なので、感謝から感動へ持っていくためには技術だけでは多分難しいと思います。なのでやっぱりこう気持ちを上げるような接客も、こうサービス精神っていうのがすごい大事になってくるので、いつもそれを考えながらやってますね。ハッピーが一番だと僕は思ってるんで。クレームしたかったんですよ。あ、本当？よかった。ちょっと耳掛けによってアシンメトリーっぽく見せることができるんですね。ビフォーアップ撮ってる時に片耳掛ける方なんだなっていうのがあったんで、そのパターンで足目をできるようにしてますね。なんかちょっと短くするとやっぱりどうしても女性っぽさが失われるなと思ってたんですけど、なんか切ってみたら全然そのことなくて、目がすごく嬉しかった。, 笑顔を生み出し続ける彼が、神カリスマを目指す若者に思うことは、やっぱハッピースマイルを僕は大事にしてるんで、楽しむことっていうのをまず第一前提に、もう一歩踏み込んだチャレンジをしていくことだと思うんです。若い子たちのレベルが低いとは僕は全然思わないんですけど、なんかこれでいいになってしまってる子が多いような気がするので、また違うチャレンジをどん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 していってほしいなって思ってます。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。